どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが、6月22日の水曜日なんですけれども、タイガースは昨日の試合に敗れ、カープ戦開幕8連敗、なんとか打開策を見出していきたい中で、昨日の試合中突如発表された、チェント王子の電撃リリース、これによって支配科枠に再度空きが生まれ、今後の補強についていろんな話題が飛び交っているということで、今回の動画では今後考えられる様々な補強の可能性について、そして今注目を集めている、秋山翔吾選手の獲得に 動ききき出すす可能性はあるのかここういいいいいいったたととろにつててても深掘りをししなながらお話思までは、早速お話をしていきますが、タイガースは昨日の試合に敗れて、日曜日から2連敗、そしてカープ戦に限っては開幕からなんと8連敗ということで、ちょうど A クラス争いをしている球団だけになんとか今日以降の試合で巻き返していきたいところ。でそんな中、昨日の試合中に入ってきたのが、チェン投手の構想外報道ですよ。昨日の試合振り返り動画でもご紹介しましたが、チェン投手は2020年オフに2年総額400万ドル、当時のレートだと単年2億600万円という大型契約で タイガースに入団しましたしたかし昨シーズンはわずか2試合の登板に終わり今年はここまで1軍登板がなかったとそして他の2軍先発陣がしっかり結果を出しているという背景もあって今後チェン投手は1軍で投げる可能性が低いという理由でリリースが決まりました個人的にはやっぱり契約面でかなり期待度が高いことは明らかでしたしなんとか上で活躍してほしいなという思いがあっただけに残念ですでチェン投手の今後なんですが本日22日にウェーバー工事手続きが行われて1週間の工事期間内に獲得球団が出てこなければチェン投手は自動的に自由契約になると昨シーズンから 左肩痛に悩まされていましたが今年は2軍で7試合に登板して2勝1敗防御率が3.03ということで本当に全く投げられないということはないんですよですのでもしかしたら獲得に動く球団もあるかもしれませんが36歳という年齢も気になるところ厳しい流れになることが予想されますがチェン投手に今後いい未来が待っていることを祈りながら今後の戦いも見ていきたいなと思います2年目を完走することはできませんでしたがチェン投手お疲れ様でしたそしてありがとうございましたではここからがこの動画の本題なんですが今回チェン投手がリリースされたことにより支配下� なったんですね、というのも、月曜日に島本投手の支配が復帰、そしてロドリゲス選手の獲得が発表されて、68枠だったところから、一気に上限の70枠に達したと。ですので、これにより補強は終了。今後は何かしらの形で枠を開けることはあっても、もうこの戦力で戦っていくことになるのかなと思われていたんです。しかし、チェン投手という助っ人、そして高年峰の選手をわざわざシーズン中にリリースしたということで、もしかしたらまた追加で補強があるんじゃないか、そういった声が多数出てきてるわけですね。で、今後の補強について島村球団本部長は、いろいろ総合的に判断してやっていきたいというコメント 出してますもちろん、今後の補強に関しては、水面下で色々動いていく可能性がありますから、なかなか明言できないことも多々あると思います。ただ、シーズン開始前から言われていた、スケット野手の補強も行われましたし、もしかしたらまた何かしら動きがあるかもしれない。島本投手が育成から支配下復帰を果たしましたが、渡辺投手、佐伯投手に続いて今シーズン3人目ですよね。今後は変則左腕の岩田正樹投手も含め、さらに争いが激化していく流れになりますが、今、タイガースに必要な補強は明らかに野手ですから、育成選手に野手がいないという現状を考えると、やはり外からの補強が濃厚ということで、 いいいいいんんなな可能性を探っっていきたたとと思いますよかから皆ささののご意見というのもそれぞれぞお聞かせくださいでは、まず今後考えられる補強として、一番現実的なのがやはりトレードです。このトレードについては、支配科学が70人に到達した時も出た話題です。というのも、人数が釣り合う交換トレードであれば、たとえ70人に到達していても行われる可能性が十分あるからですね。こちらの放出人数が少なくなるようなトレードは成立しませんが、今回改めて様々な形のトレードも考えられるようになったと。で、先日島村球団本部長は、今後のトレードの可能性について、こういったコメントを出していたんです。 トレードに関しては前から申し上げている通り、さあやりませんとか、やりまへんとかそういう話ではないんで、7月31日の期限まではいろんなことを模索しながらやっていきたいなと思ってます。そこはちょっとすいませんが、トレードに関して通念というつもりで、ここでやりますとか、やりませんとか、断定的に言える話ではない。お茶を濁させてもらいますということで、さあここでも完全否定はすることなく、いろんな可能性を模索していくと語ったわけなんですが、タイガースはここ最近トレードも活発に行うようになってますよね。シーズン途中のトレードで言うと昨シーズン、中谷選手を放出して、ホークスから二歩投手を獲得したと。で、この日付 というのを確認すると、2021年7月の2日だったんですよ。今年もトレード期限は7月の末で、すし去年も7月に入ってトレードが行われたことを考えると、今後何かしら動きがあっても不思議ではありません。タイガースは1軍も2軍も投手層は充実してますし、ピッチャーを放出して野手を獲得。去年とは逆の形でのトレードも十分考えられます。ただ、去年と同じような交換トレードであれば6。9枠のままですし、金銭や無償でのトレードもあるかもしれない。どちらもシーズン終了後のトレードでしたが、タイガースはホークスから中田投手を無償トレードでジャイアンツから山本選手を金銭トレード。 獲得したりとこちら側の放出なしに補強を進めてきた流れがあります。ですので69枠になった今シーズン途中ではありますがこういうトレードも少なからず可能性はあるんじゃないかなということでやっぱりトレードは7月の末まで注視して見ていく必要があるかなと感じますね。で続いての可能性がスケット補強ですよね。というのもロドリゲス選手を獲得して今年も8人体制になったばかりなんですがチェン投手のリリースによって再度7人に戻ったとまた別途同化化予定ですがマルテ選手の復帰時期も読めないそして今も得点力まあ特に絶好調大山選手を活かせるような打線を組みたい中でやはり怖さ ああるる。選選手手はは欲しいいいのののがが、正直なとととこころ。ロドリゲス選手の来日は7月に入っててからとのことですが再度助っ人8人体制を敷いいく可能性もある先日ロドリゲス選手を含めて4人のスケット候補をご紹介する動画をアップしましたがその動画の中でやはり本命はロドリゲス選手みたいですとお伝えしましたよねですが今回チェン投手のリリースを受けて残りの3選手についても本格調査を進めていくかもしれない詳しくは以前の動画をチェックいただけると嬉しいんですがピーターソン選手ディーン選手そしてロメロ選手この3選手は全て右打ちの選手ですロドリゲス選手も右打ちですしやはり外野を守れて 力が売りの選手を求めているのは明らか。そしてタイガースのここまでの戦いっぷりについて、島村球団本部長はこういったコメントを出しているんです。近未来にかけて非常にいい形になっている。当然今年が大事なのでここから行くよという意味では当然諦めていませんから、今はいい感じになってきた。遠征先でもよく監督室に入るけど監督行けますよとここから行けますよと当然ですという会話はいつもしていますということで、背抜き選手で戦っていくという球団が掲げるビジョンがあるんで難しいところではありますが、果たして連続でスケッタ選手を獲得するという激躍投入あるのかも注目ポイントです。そしてもう一つ。 ここが一番話題になってる部分なんですが、先ほど挙げた補強ポイント、外野を守れて打てる選手、そして欲を言うと、広い甲子園の外野ですから、守れるとなおよし、そういうポイントを抑えている、先日日本球界復帰が濃厚という報道が出た、元ライオンズの秋山翔吾選手、ロドリゲス選手を獲得した、そして枠が70に到達したことを受けて SN、SNS では、ああ、秋山の獲得の線はなくなったか、という声が多く上がりましたよね。僕の動画のコメント欄でも同じようなご意見をたくさんいただいていましたが、今回再び可能性が出てきたということで話題になってるわけです。で、まず今の秋山選手を取り巻く 環境を整理していいきたいんですが秋山選手は先日パドレス参加の 3A エルパソを自由契約になったとそしてメジャー球団からのオファーを待っていたんですが秋山選手が選択したのは日本球界復帰これによりどの球団が動き出すのか注目されていましたがここまで調査報道が出ているのがホークスカープそして古巣のライオンズの3球団先日新たに獲得の話が出たカープの球団トップは戦力としての期待はもちろん彼が培ってきた経験や技術など DNA を若い選手に還元してもらえたら嬉しいそれがチームにとって大きな財産になるというふうにコメントしてますそしてホークス ののライオンズはは状状況況調査したいいととそそうち会っってて話ををすするれれぞれ状況を語っていますやはり誰がどう考えても、フルスのライオンズは一番近い存在ですし、大方の予想はフルス復帰です。ただ必ずしもトントン拍子で話が進むとは限りませんし、1年あたりの年俸はもちろん、アメリカ帰りの秋山選手からすれば、何年契約してもらえるかというのも含め、いろいろと契約面ではシビアになることは間違いないかなと。もちろん、契約してもらえるだけありがたいというスタンスも考えられますが、日本での実績、そして実際 3A ではかなり打ってますからね。 権利はある中でさあ、タイガースが獲得に乗り出す可能性はあるのかどうか。まず僕自身の結論とすれば、決して可能性が高いとは言えない状況かなと思います。というのもすでに外野起用も選択肢に入っているであろう、ロドリゲス選手を獲得した。さらに今後外野手に関しては、できることであれば近本選手のように、不動のレギュラーを生え抜き選手から作り出したいというビジョンが球団にはあるかなと思うんです。特にレフトレスを置いた選手を作ることができれば、長く補強に頼らなくて済む打線も組めますからね。しかし現実はそう甘くないのも正直なところで、現状島田選手が一番として起用されていますが、どうしても左ピッ そしてタイガースの1番バッターということを考えると近本選手のように超積極的に振りに行っても許されるような立場を確立できればいいんですが現状近本選手以外が1番の位置で超早打ちをしてしまうと微妙な空気が漂ってしまうのは否りませんですので近本選手佐藤選手大山選手というドライチクリーンナップを今後も継続していくのであればどうしても1番に近本選手と同等もしくはそれ以上にヒットが打てるもしくは出塁できる選手を置き続けたいのが理想なんですよねとなってくると秋山選手は説明不要と言っていいほどの安打製造機 34歳と決して若くはありませんが、糸井選手の次の日本人野手年長者が梅野選手ということを考えると、ちょうどチーム内に愛てほしい世代の選手でもあるんですよ。もちろん年齢を考えると、ローリスクな補強ではないかもしれませんが、経験を注ぎ込んでもらうという意味でも、可能性はゼロとは言い切れない話なのかなというのが個人的な推測ですね。ただ、秋山選手の獲得調査を進める、そして本腰を入れて補強していくということになれば、球団が描く理想というのは、また少し遠のく形にはなります。矢野監督の最終年だからこそ、使える手はとことん使っていくのか、それとも未来とのバランスを重視しながら戦 やっていくのかここは難しいポイントになってますまあ、タイガースが開幕当初と同じく負け続けていて、今年はもう夢も希望はありませんと、そういう展開でここまで来ていたら、確実にロドリゲス選手も含め、外からの補強話は出てこなかったと思うんですよ。ただ今後優勝はもちろんのこと、矢野政権4年連続 A クラスフィニッシュは十分狙える位置にいるからこそ、積極的に動いていく可能性が出てきたと、現にチェン投手をリリースしたという流れもありますし、近日中に追加補強の話が出ても不思議ではありませんからね。まあ、可能性の高さで言うと、去年のようにトレード、もしくは以前からピックアップされていたスケッ野手を比較 定年法で獲獲得得するそして秋山選手のの調査の順になりますか、ねまあ、どうしてもこういう話が出ると、若い生え抜き選手の今後はどうするんだという声も上がるんですが、2軍では高寺選手や小畑選手が連日猛アピールしてます。ここまで全試合出場を続けている中野選手でも、うかうかしていると、じゃあそろそろ若手選手を試してみようかという流れもあるかもしれない。競争意識を促す意味でも補強はいろんな効果を生み出しますからね。動いていくのか、それとも今後は生還するのか、今後球団がどのように動いていくのか、その点についても引き続き注目して見ていきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では、 投手のののリリースからら考えられるる今後の可能性そししててて現在注目度が非常にに高くなっていい秋山選手の獲得説について思うことをお話しされていたただきましたさあ、今後の補強については間違いなく賛否両論出ると思うんですよ。もうこれからは今ある戦力で戦っていこうよという意見と使える手は全部試して使っていこうという意見。この二つの意見に間違いはないと僕自身はそう思ってます。皆さんは今後の補強についてどのように考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かったためになったと思っ いただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者31200人突破いつもありがとうございます 皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者3万2000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホーありがとうございました。戦闘種の緊急リリースによって支配価枠が69枠になりました。果たして今後どんな補強が考えられるのか、そして秋山選手の獲得調査に踏み切る可能性はあるのか、こういったところも引き続き注目してみていきましょう。でまた。